はい、タンタンです。今日はこちらですね、アストリアスですね。ちょっと先日営業所の倉庫の方にも行ってきまして、いろいろ見てきたんですけども、その中で、チョイスしてきた1本になりまして、こちらがグランソロですね。グランソロの、CR ですね。シダートップにサイドバックがローズウッドのモデル、こちらになっております。16インチの、まあ、いわゆるスモールジャンボぐらいですか、そのぐらいのサイズのカッタウェイ付きのモデルで、どちらかというとやっぱフィンガーピッカーに向けてやっぱり作られたモデルなのかなっていう感じはすごくしますね。すごく歯切れがいい感じの音でこうなって気持ちいい音色ですね。ちょっとシダーらしいね、バリッとした感じで、はっきりとした音が出てくるんで、そのあたりはすごくピックで弾くとね、なおさらそれら辺が際立つかなと。ただやっぱりそういう感じなので、あんまりねこうストロークで強くね、ちょっと強めにピッキングしてストロークなんかで弾くとちょっと音が暴れるかなという印象はありますけれども、まあ音量がねすごくしっかり出るんで、そのあたりも別に使いにくさは感じなくて、ただ音のニュアンスの違いなのかなという感じです。どちらかといえば多分ピッキングで指でね、弾いてもはっきりとした音が出るので、そのあたりフィンガーピッカーの方がやっぱり使いやすいっていう印象を受ける方が多いのはやっぱりうなずけるかなと思います。すごくねやっぱりボディサイズがある程度あって、音はね低音なんかすごくふくよかで張りのある音がするので、すごくその辺ね、音色も高音の綺麗なところと低音の力強いところっていうのがうまく合わさってるかなというふうに思います。ということで、こちらの方ですね、アストリアスの、グランソロの CR シダートップローズウッドサイドバックのこちらのモデルですね。こちらの方も展示しておりますし、あとアストリアスはねまたかなりの本数を、展示させていただいておりますんで、ぜひねそのアストリアスお考えの方、お店の方に足を運んでいただければいろんな種類引くことできますんで、ぜひご来店の方お待ちしております。ということで、グランソロ CR ぜひともお問い合わせの方お待ちしております。それではタンタンでした。